北朝鮮は迎撃が困難とされる極超音速ミサイルの試験発射を昨日実施したと報じました北朝鮮の朝鮮中央通信などは国防科学院が昨日極超音速ミサイルの試験発射を行ったと報じた北部の茶ャガン道から昨日日本海に向けて発射されたものを指すとみられ朝鮮中央通信は 700キロ地点に設定された標的に誤差なく命中した。としている極超音速ミサイルはスピードが速く迎撃が極めて難しいとされている北朝鮮メディアは去年9月にも同じチャガンから極超音速ミサイルの試験発射を行ったと報じていました。今回の試験発射に 金正恩総書記が立ち会ったかについては報じられていません。